本日は元キング&プリンスの平野翔さんと神宮寺勇太さんに続いて、10月15日に岸優太さんが滝沢秀明氏率いる 2B に移籍した件についてと、現在もキング&プリンスとして活動している永瀬廉さんと高橋海人さんが 2B に合流する可能性について、滝沢秀明氏が気になる発言をしていたので、そちらについてまとめていきます。9月30日をもってジャニーズ事務所を退所した元キング&プリンスの岸優太が、10月15日元ジャニーズ事務所副社長でエンターテインメント会社 2B の代表滝沢秀明氏と合流することを 2B の公式 YouTube チャンネル生配信で発表しました。生配信開始早々、東京ドームに平野と神宮寺が登場し、僕らの方からお伝えしたい大事なことがあります、僕たちに新しいメンバーが加わりますと紹介すると、ベンチ横からダッシュで岸優太が駆けつけました。少し緊張した面持ちで登場した岸は、本日から 2B で活動することが決まった岸優太ですと挨拶し、新鮮でしかない、全力で何かをして皆さんの胸に届けられればと意気込みを語りました。そして 2B で活動を本格的に始める3人でのグループ名がナンバーアイに決まったことも発表しました。このグループ名を生み出したのは岸だといい、由来については、何よりも一番を目指す、一番を目指すことは大切なことですけど、やっぱりそれ以上に大切なのって道筋だと思うんですよ。僕たちらしくどう輝けるか、楽しめるか、その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるのかっていうのが愛の一つ、あとオンリーワンにかけて、まあ粋なアイディアみたいな感じです。引きで見たらナンバーワン、オンリーワン、それに今ジャストアイデアで愛ってラブの方の愛にもなるしね、と明かしました。さらにナンバーアイの YouTube チャンネル公式 X アカウントを開設することも明らかにしました。音楽、ダンスレッスンを含め様々なコンテンツをアップしていくと説明しました。岸は SNS にもチャレンジしたい、ゆるくと個人の公式 X の開設も報告しました。これに対してキンプリファンからは X で悲鳴が上がっているようです。ジャニーズ事務所に残ったキンプリの永瀬廉さん、高橋海人さんとナンバーアイの平野、神宮寺、岸の2対3で分裂した形となったことに、永瀬さんと高橋さんのファン連会タンを中心に X では様々な声が上がっています。連会がかわいそうでならない、2人の思い踏みにじってんじゃん、残ってキンプリを守ってる2人を何だと思ってるんだろう、裏切りではないけど新しい道を進むことを決めて発表して今に至るまでの対応がクソすぎだとは思うの、などの書き込みが相次いでいます。そして今回3人のグループ名がナンバーワンとも読めるナンバーアイだと発表されると、ネットではキンプリ時代の代表曲の一つである一番を連想させると話題になり、現キンプリの永瀬&ファンからは、なんでキンプリを匂わせるの、違う名前が良かった、レンと回答を捨てたくせに一番にすがるなんて、キンプリにあやかりたいの、などと憶測や怒りの声が上がったのです。一方で 2B ファンからは、なぜ岸くんたちが2人を捨てたことになってるの、3人を批判しても連会は嬉しくないと思う、なんで 2B が悪者で連会いたんかわいそうってなってんの、かわいそうちゃうやろ、連会いたんだけど3人は裏切りでも何でもない、新しい道を進んでいこうとしてるだけ、と批判への反発も少なくないようです。そしてこの大きな動きもあり、次に注目されているのがキンプリ再結成の可能性についてです。一部からは再結成の期待の声がかなり多く上がっているようで、その可能性を示唆しているのがエージェント契約だそうです。これまでジャニーズ事務所はタレントとの契約をマネージメント契約にしていましたが、新会社ではエージェント契約での形態となるようで、これによりタレントの仕事の自由度がかなり高くなるそうです。このことから一部のファンからは、何かしらの形でもう一度5人が再集結して活動を再開することが期待されているようです。ジャニーズを辞めたタレントが現役のタレントとテレビで共演するケースというのは非常に稀であるとテレビ関係者には語られていますが、エージェント契約によって再結成が実現したケースも過去に存在しているようです。1980年代に活躍があったグループの男組は、1993年にメンバーの高橋和也さんが事務所から解雇されたのを機に活動休止となり、
一人を残して他のメンバーもジャニーズを辞めるという状況となったそうですが、その後一人残ったメンバーである岡本健一さんがエージェント契約へとなったことをきっかけにグループの再結成を果たしたというケースが存在するようです。このケースと同じように永瀬さんとさんがエージェント契約となれば、また5人揃っての活動の可能性が高まるとされています。今回明らかとなった平野さん、神宮寺さん、岸さんの3人でのグループ結成と永瀬さんとさんのエージェント契約の可能性の2つが合わさることとなれば、キンプリ再結成の可能性はかなり上がってくることが考えられますね。しかし一方で現キンプリの永瀬廉さんと高橋海人さんは 2B への入所は不可とも噂されています。永瀬さんと高橋さんが入所不可と言われている理由は 2B 社長の滝沢秀明氏のスキャンダル嫌いが原因だそうです。永瀬廉さんは過去に白石麻衣さんを口説いていたことが日刊現代に報じられました。日刊現代によると、白石麻衣さんに急接近してアプローチしたアイドル A という見出しとともに、昨年春にメジャーデビューしたアイドルグループのメンバーであるアイドル A、 アイドル A は生徒役で4月に連ドラで共演。アイドル A はもともと白石麻衣のファンで撮影の合間にアプローチと報道し、そのアイドル A は白石麻衣さんのファンであったことからキンプリの永瀬廉さんと発覚。2人の出会いのきっかけは2019年4月のドラマ俺のスカートどこ行ったの共演だそうです。永瀬さんが白石さんを口説いたことは事実のようですが、熱愛に発展したかは未だに不明のようです。しかしお互いに匂わせをした事実もあるようで、お互いにかぶっていた帽子が一緒だったことや、永瀬さんが雑誌キャンキャンの好きなタイプの女性はという質問に対して似顔絵で好みの女性を描きましたが、その女性像が白石麻衣さんとしか思えない表現になっており、ファンからは交際の疑惑が立ち話題になりました。続いて高橋海人さんは元 AKB48 の大和田奈々さんとの熱愛が過去に報道されました。当時高橋海人さんはキング&プリンスとしてデビューして間もない19歳で、お相手の大和田奈々さんも AKB48 を卒業したばかりの19歳でした。熱愛が発覚したのは、高橋海人さんが大和田奈々さんのマンションに通っているところをスクープされたのが始まりでした。高橋海人さんは大和田奈々さんのマンションの合鍵まで持っており、一人で大和田奈々さんの部屋まで行く様子も目撃されております。お相手の大和田奈々さんは高橋海人さんがライブやバラエティで身につけていたグッチのネックレスを自身でも身につけ、匂わせ画像をインスタに上げて炎上。人気番組の逃走中で高橋海人さんの恐竜のシーンが放送された日に、大和田奈々さんが恐竜のカチューシャをつけた姿をインスタにアップしてまた炎上。インスタでコメントを縦読みすると回答になる文を投稿してまたもや炎上。このような永瀬さんと高橋さんの過去のスキャンダルにより、スキャンダル嫌いの滝沢秀明氏は 2B への入所を拒んでいると言われています。いかがでしたか。本日はキンプリ再結成の可能性について解説しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。